体を開発してます。開発したいですよね。いいですね。もうそういう人大好きですね。体開発したいってこう通じるやん。ここ来てる人ってさ、したいやんか。世の中の職業で一番別に体の開発に興味ない職業何か知ってる？整体師やね。ほんまに。だから友達おれへんね、整体師の。話合えへんねん。もだってこうやって体の開発って言ったら通じるやんか。整体師はね、やっぱね、何やろ、開業してる人なんか、開業して経営をしたいだけで、でたまたま整体っていう商品なんよねっていう人が多いんよね。もうそんな人ばっかりで、昔は俺も治療科仲間と集まった時、懇親会とかね行ったらめっちゃ話せるやんと思うやんか。最近ね、僕肋骨に凝ってるんですよ。いや、あの違いますよ、肋骨が凝ってるんじゃないですよ。肋骨の開発に凝ってるんですよとか言っても、えっていう顔されるんでね。でも一人ぼっちなんで、ちょっと待てよ、この人たち体の専門家のはずやな、なんでと思って。で話聞いたら、どう経営するかとかさ、なんか具体的症状の話とかね、そんなんばっかりやねんね。ああこれだ、会えへんなと思ってね。で今昨日やってたワンデーセミナー、フィジカルタイプ診断ワンデーセミナーでしょ。あんなんなんかもう整体師めっちゃ使ったらいいわけよ。あれ最初整体師のためにやったんよ、あのセミナーって。で蓋開けたらね、全然反応がないね、整体師。でそこで俺はもう切れたの、ちょっと腹はくくった、切れた、もう分かった、俺は整体師を救うのやめる。来てくれてる人は別やで、一般のね人たちの身体能力を上げていくんだというところにフォーカスでしたね。でこうすごいもん、一般の人でも整体師以上に体の開発はしてはるから、そういう意味で自分の体を感じるとか、体を実際動かせるとかはもう整体師以上なんですよね。人が今僕のとこ来てますわ。整体師体の話全然合えへんよ。で世の中の職業ですけど、体の状態良くないのもめっちゃ整体師が多い。ボロボロなってはるもん。だから、まあ、フィジカリストなんですよね。体開発ねっていう時に、まあ、体幹部の開発していくじゃないですか。背骨、肋骨、骨盤、頭蓋骨ですね。これなんですけど、開発したいじゃないですか。もう一生ロマンですよね、はい、もうこれなんて何年前からやってると思ってるの、ね、ほんまに友達おれへんかってから、ほんまにその辺歩いてる虫がどんだけ優しく感じたかね。こう寄ってきてくれる、こっち向いてくれてると思う。俺に興味あるんや。マジでとか言って。そんなんやった、そんなそこまでしてやってたね。まあ、背骨は真ん中に一本ですよね。これは日本でしておる。でもこれはほらどうですか。頭蓋骨も真ん中で割れるんですよ。これほらこう二つに分かれてるやんか。骨盤も真ん中、仙骨あっての腸骨だから、これ2つに割れるんですよね。肋骨も2つに割れるでしょ。頭蓋骨も真ん中で多少動くわけですよ、微妙ですけども。で背骨は1本ですけども、体というのがあって背骨があったら、まあ、右半身左半身背骨を介して分かれるということですね。でこれがずれて動くというのが本来体幹部動くんですが、その動きが現代人は全くなくなったと、ゼロになったと言っていいですね。そんな動き考えたこともないでしょ。まずなんか体幹部全体をこう動かすとかさ、そんなんは考えるけど、まあ、それだけでもまだすごいことなんですね。例えばこうとかこう体くぼませれるようになるだけでも、あれは大したもんですけど、でもこれも一塊としてやってるでしょ。で大事なのがこれ割っていくことなんですよ。皆さん体開発していったら当たり前や、感覚鋭くなるんですよ。ここで物事を感じる力、例えば水飲んだら当たり前やけど押していくやんか。この辺から出るとかないね。飲んだらこう押していくやん。それ結構感じやすくなるよりで、感じて飲んだ方がいいよ、飲む時に。それが体のねセンター軸を感じるやん。この辺触りたいけど触られへんやんか、こうやってこっちから入れようかな。触られへんやん。でもこの食べ物とか、まあ、水なんか一番純粋でいいんですけど、白湯とかお湯でもいいですよね。この辺通ると触れてくれるやん。日本のお茶とかもいいですね。それを感じながら飲むとね、体軸のトレーニングなんで、そんなことが。だから日本の人はね、お茶をあんなこう飲むでしょ。絶対こう飲むやん、両手添えて飲むやん。日本人って両手添えるんですね。ご飯いただく時も日本料理って一品一品こう分けられてるやん。西洋はドーンやんか。で日本って一品一品分けられてるでしょ。でご飯お茶碗があって、おかずがあって、お箸持ってお茶碗持ってって、で次お椀持ってまた食べるでしょ。何でも常に両手使うんですね。こんなんてないやん。
両手使うってことは姿勢保てないといけないわけです。わかる？片手だとこうやって食えるけど、こっちも離そうとなったらこう姿勢保持大変やんか。体をちゃんとまっすぐ起立してないといけないということで、日本の文化全部がね、体軸通すためのもんなんですね。あれ飯食う時もそうやし、お茶飲む時でさえ両手こうやって飲めへんねんね。ってなったら今日からみんなお茶ばっか飲むようになる。アサヒビールは体の上の方の軸を作るんですね。だからこの辺の開発する時に一緒に飲むと、ワインは上、また上なんですよ。日本酒ってね、結構下に落ちるものが多いんですね。だから下の軸ですねを作るたい時は日本酒なんですよ。そんなん言ってるやつおらんで。そうや、バドワイザーは結構胸にして、バドワイザー音で表現するとフェッだから胸が熱くなるね、はい、自分のメンタル的な今日どうかなっていう時に飲んだりするね。あ、今日はちょっと静まり返りすぎてるな俺って時はビール、どうせ選ぶならバドワイザー飲むわけ。ほんならきたちょっと焦ってるしみたいなね、ちょっと落ち着きたいなというか日本酒がいいですね。脳疲労取りたいなという時はビール。体の開発とね、こういうのやってたらそういう敏感になるから、あのご飯の食べ方ですわ。何食べるか大事ですけどね、食べ物って全部この体幹部の中に行くわけでしょ。この辺には行かないよ。うわ腹膨らんだ。あーもうパンパン重たい。この辺とか行っても大変やんか。あーくったくったね、絶対体幹部の中に行くわけだから、だからこういうとこ開発していったら体の中はもっと緩むから、一回緩んだの知ったらね、それ基準になるんで、そっから固まるのまあ嫌になるわけですよね、一回気持ちいいの知ったら。ってなったらもうご飯食べながら開発と。俺そういうやって食べてんのね。初めて行った時は店とかね、なんか弁当買った時も勝負やっつってね、 これはこれぐらいの味やろってこう、それに勝つかどうかとか言って楽しんでるのね。で、何負けたとか言って食べてる。楽しいでしょ。そなあれもうなくなってるみたいな。その予測外れたみたいなね。この弁当これうわ7品中5品も俺予想超えられたみたいな、そんなんとかそうやって楽しんでるんですよ。幸せそうでしょ。友達おれへんけどね。仙腸関節、これをまあ邪魔してる、仙腸関節の動きを邪魔している筋肉いっぱいもちろんあるんですけど、そのブレーキをまず外さんとダメなんですよ。代表がここなんですね。上尻横尻です。具体的に言うと大臀筋の上部と中臀筋ですね。だからこれが仙腸関節の動きを止める役割をしてるんです。一個ね、止めなあかん場面もあるわけですよ。それはね、必要ではあるんですが、ずっと力入ってるの。ずっともう座ってても寝てても必要ない時、ずっと顔で言うとずっとどう考えて、大変やん顔やったら。大変やんか、ここやからみんなほったらかしにしてんだけど、鏡見て顔こんねんったらなんとかこうしようとするやろ。でしょ、そう思ってよ。ここや、ここ顔やと思わない。でこういう体左右分かれたら、左右分かれるからやっと真ん中に軸通るから、一塊では軸って通りようがないね。左右に分かれて初めて真ん中に軸って通るから、こういう状態で飲んでみてください。でこの中をね、真ん中をスーッと通って、で真ん中の意識が強くなる。そしたら真ん中の意識が強くなったら左右の意識も強くなるから、また次左右動かしやすくなるっていうね、いい循環に入るわけですよ。なのでぜひやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。